お疲れ様です。やっほー、やっほー。こんにちは。ぽえぽえ。変な声出してみた。ぽえ。ぽえ。私は今唇のメイクに一生懸命なんです。唇のメイクに一生懸命。お疲れ様です。こんばんは。クラゲヘアなの伝わるかな。クラゲヘアなんですけど、クラゲヘアなんですけど、そう。こんにちは。うん、こんばんはだ。こんばんはですわ。あ、やばい。しゅうくんだるまありがとう。ルカちゃんハートありがとう。こんばんは。嬉しまレモンさんハートありがとう。音符もありがとう。マネフクハートありがとう。 JT さんかわいいありがとう。310ケンくん音符ありがとう。こんばんは。とっちゃんハートありがとうございます。こんばんは。花だれ公演終わりました。楽しかった。今日はリア中が初日だったんですよ。花だれ公演、新井のリアちゃんが初日だったけど、全然でも初日感なくないぐらいすごいすごいすごかった。馴染んでた。すごかったです。リア中初日。こんにちは。ありがとうございます。今日平日っていう事実にびっくりしてて、木曜日、明日で金曜日か。早いな、1週間終わるの。1週間マジで早い。1週間早すぎてやばい。1週間ガチで早くね、終わるの。てかもうこのクラゲヘア50本ぐらいピンの目が刺してあって、もう痛いんですよ。痛すぎて取りたいんですけど、可愛いからしてます。もうガチで痛い。痛すぎてやばいの。もう頭皮も引っ張られてて、もう痛いんですよ。痛すぎて頭痛やばいんですよ。クラゲゴムも2、30ぐらいされててめっちゃ痛いの。ガチで皮膚が剥がれるぐらい痛くて、もう前向けないんですよ。もうこれが限界。前に向くってなるともうこ普通だったら下向けるやん。下向けないぐらい痛くて、下向けれないぐらい痛くてさ、痛下向けれないぐらい痛いんですよ。でも本当に可愛いんです。今日ね、今日ね、このスプレーある
プレーを普通のスプレーじゃなくてめっちゃいい匂いのスプレー振ってくださって、でなんか何なんだろうと思って、このスプレーどこのスプレーですかって聞いたら、なんかこれはなんか騎士団のリーゼント作ってる人誰かわかんないけど教えてくれなかったけど、騎士団のなんかリーゼントを作ってる専用の人が使っておすすめしてもらったスプレーみたいなやつで、だから普通のスプレーと違って全然崩れてないんですよ。もうマジで崩れてなくて、どこのスプレーか聞くの忘れた。マジですごい、もうガチガチで、なんかお風呂入っても取れなさそうなぐらいすごいガチガチのスプレーでさ、こんなスプレー初めていやこれマジで普通に強すぎて怖いんですよね。配信終わった後にこれ撮るの絶対痛すぎて泣いてしまう痛いって言って、全然崩れてないし、とか騎士団の人もリーゼント崩れてないけど、それぞれお気に入りのスプレーがあるらしくて、その中の一人の人が教えてくれたらしい、おすすめしてくれたスプレーでメイクさんがそれ買ったやつ、めっちゃ崩れてない、めっちゃ綺麗じゃないだって。ほらびっくり、公演終わりと思わない。もう今日3公演分踊ったんですよ。なんかリア充が初日なので、朝レッスン場に集まって1公演全部通して、でリハーサルでまた1公演全部通して、で本番また1公演全部通して、本番1公演なんですけど、リハーサル本番含めて今日計3公演やってて、マジで全然崩れてない、すごい綺麗、天才です。痛い、もうめっちゃ痛い、でも可愛いからこのまんまにしていきます。可愛いから髪型が、昨日のクラゲとちょっと違うんですよね。昨日のクラゲはね、なんかねウィウィンウィウィンウィウィンみたいな感じなんですけど、今日のクラゲはイイイピンピンみたいなやつなんですよ。昨日のクラゲはね、うん、でも今日はこれ、私でもこっちの方が好き。なんかこれにベレー帽をつけたら、私が一瞬ショートカットに、ショートっていうかショートにしたらこんな感じになるんだよっていうのがちょっと妄想できる。わかる？なんかちょっとボブみたいな、ちょっと妄想できる。なんか痛くなくなってきた、痛くなくなってきた、なんかわかんないけど、ドーパミン効果。本番になるとね、痛みを忘れるんですよね。前向いたら痛いやっぱ痛いかも前向いたら結構痛いかも。本番前向かんとこ、私結構前のめりになる癖があって、痛すぎて。でも今日全然横の毛が崩れてない、前髪とかも超綺麗。こんにちは、マジで最強かも。すごい、ここの S 字も綺麗、テンション上がるな、こんなに綺麗だったら。ガチで、うめくん音符ありがとう、こんにちは。おのぴー音符ありがとう、ガチで嬉しい、テンション上がる。はるるんばらありがとう。なんか超辛いスープ飲みたいな。オッピー結婚して、いいやん。横浜のみーさんハート、ありがとう。キモツンハイビスカス、ありがとう。ハイビスカスなんかあるんだ、かわいい。丸服キラキラの星様ありがとう、かわいい。
か蒙古タンメンのスープみたいな、あれなんかそんな辛いって思う、え私めっちゃ辛さ強くなったかもしれん、ガチで。なんかマジで辛いスープとか飲んでも全く辛く感じなくて、ガチで辛さ強くなったかもしれん、やばい、天才かもしれない、こんなに辛さが強くなるなんて。だんだん辛さが強くなってきてる、やばいかも、天才かも、どうしよう。ポコポコ、はい、マイク？ありがとう。カラオケ配信したいな、久々に。全然カラオケ配信しなくね。最後にカラオケ配信したの、イベントの時ぐらい。カラオケ配信マジで全然してないよね、そういえば。またしよっかな。モコタンメン食ってる。え、マジ？でモンコタンメンのさ、あの店舗に行ったことなくて行ってみたいんですよね。なんかセブンのモンコタンメンのやつはうまい、スープあ飲んだけど辛いと思わなくてやばいかもしれん。ガチで超辛いやつ飲みたい。最近スープハマってるんですよね。予約無理取った、たくさん連絡してね。え、嬉しい。え、なんか今日ね14通、違う14通じゃない、今日は9通送ったんですよ。でも取るタイミングによっては9通全部届いてないかもしれん。でもさっき公演始まる前に7通送って、朝から公演終わった後に2通って送ったから9通届くと思う、合計。一応その告知メール取ってって言ってから2時間ぐらい空けたんですよ、うん、取るタイミングにもよるかもね。そう、今日9通送ったんですよ、そういえば。でも明日1日5通以上送ってるので、もしなんかお仕事忙しくて連絡できなかった時も次の日必ずその送れなかった分をその以上で送ってるので、そうそう、じゃあなのでぜひ明日また楽しみにしててください。また連絡します。リポンメールで返信してくれたりするのめっちゃ嬉しい。あの DM とかで返信してもいいし、X で返信してもいいし、いろんな返信の仕方があるんですけど。こんにちは。蒙古タンメンのお店行ってみたいな。スウィットスメル、スウィットスメル、あ、スウィッティースメルか、スウィッティースメル、スウィットスメル、スウィッティースメルね、スウィッティースメル、カラオケマジ？夢はいつだって、カラオケの曲増えた、え、そうなん、知らんかった、カラオケの曲増えたんだ、え、やりたいな、カラオケ配信。でもなんか今 iPad から配信してて、私のスマホの充電が 33% しかないのでできない。だからまたスマホ充電してからにしますね、今日はやらないや。クラゲヘアの伝われ、油断したらね、これが後ろに行っちゃうんですよ。でも後ろに行ったら分かんないから頑張ってこう前に頑張って、こう前にキッキッってキッキッキッって強調させてるんですよ。出ろ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 っつって強調させてるんですよ。
これ何？東京168さん、くまちゃん、なんかポニー乗ったやつ、ありがとう。にぎゅんしょうさんもハート、ありがとう。名古屋の台湾ラーメン辛い、え、マジ？え、知ってるよ、あの味仙味仙みたいなところね、食べてみたいんですよ。台湾ラーメンとか絶対うまい。鬼軍車音符ありがとう。サンフラワー企画当たった、え、マジ？おめでとう。え、あれって一人だっけ、一名様？すごくね、結構みんなリツイートしてるよね。え、やっぱリニア推しになると運がいいんですよ。これで確実に検証されました。ほんまにリニア推しになると、ほらやっぱリニア推しなんだよ。え、すごくない？あれもう一人とかだよね。やっぱり昨日話してたようにリニア推しになると当たるんですよ、マジで。私のことをね、押してくださるとガラクジが当たったり競馬が当たったり、本当に本当にいろんな効果が得られます。最善当たったりとかね、いい席が当たったりとか、たくさんね幸せが訪れるんですけど、こうやって今コメントしてくださったのはりねちゃん推しさんなので、いやマジですごい。だってめっちゃリツイートされたよね、普通にすごくない？その中でリネ推しって、いやマジすごい、おめでとう、大事にしてください。やっぱハートありがとう。うずしおマイクありがとう。ロロロロロ、お話し会線香花火当てて、当たれ。線香花火、夏の星座にぶら下がって、この花火を下ろして、線香花火当たってほしい。君がひた夏は、うんうんうん、21日の公演出る？まだメンバー発表されてないけど、今日の花だれで、花だれ見てくださった方はあらとなっているので、ぜひ。昨日も配信でちょっとね触れたんですけど、次の8月8日のチャートが公演がラストで、で次マイカなのでラストってことは8月21日の対バン。やっぱハート作るのうまいな、マイカ。リネタンのうちは届いた、え、嬉しい、ありがとう、嬉しすぎる、ガチでありがとうございます。え、奇跡じゃない？なんかさ、うちわとかさ、なんかマジ完売してる、買えたのすごい、ありがとう、買ってくれて、かわいい、見せてね、見せてね、必ず。なんか今日まつげの強調が、弱い。パサパサパサなのに、ふさふさなのにな。あ、結婚して。やだよー、
ありがとう。ジャーキー色紙ビーム、バッキューン、ありがとう。なんか冷たい、冷静、冷たい。なんか最近マジでスープにハマってるんですよ、市販の。え、なんかさ、おすすめのスープあります？あのカップスープ、お湯注いで飲む系のスープ、なんかカップの中に入れて飲む系のスープ、簡単なやつ。自炊する時も私結構スープ作るんですよ。飲み物、汁は必須で必ず作るんですけど、なんかおすすめの、あのじっくりとことこ、じっくりことこと、じっくりとことこだっけ、ことことトコトコなんだって思った記憶がある。じっくりなんとかみたいなやつ、あれバカうまい、あれガチで美味しいです。あれ美味ですね。あれ好きやし、あの蒙古タンメンのスープも好き。でもちょっと塩辛いんですよね。なんか塩辛さよりも私辛いのをもうちょっと強調させてほしいとか思いながら飲みました。じっくりとことこ、ことこと、わかんないけど。やっ、虫キシクミーム、バッキョン、ありがとう。なんか、うん、冷静、冷静でもいい、冷静でもいい。お湯注がないタイプだとセブンのあのミネストローネ、なんかカップに入ったレンチンして食べられるセブンのミネストローネ、めっちゃうまくて好き。でも2回ぐらいチンせんと冷たいんですよね、あれ。じっくりことこと、うまい、好きですね。タッキーハート、ありがとう。ゴー、歩くな歩いてる、トコトコ、なんかコトコト、トコトコじゃないんだ。マルタイラーメンにお湯かけた後の汁、マルタイラーメン食べたことないな。なんかこういう袋に入ったやつですよね、食べたことないな。あの私あれ飲んでみたい、あの北海道限定の焼きそば弁当のスープ飲んでみたい、あれうまそう。あと飛行機のコンソメスープも飲んでみたい。サイゼのコーンスープうまい？サイゼのコーンスープ飲んだことないな。あるか、ファミレス行ったらコーンスープ飲むから、私サイゼ飲んだことあるかな、忘れたでもさ、ファミレスで飲むさコーンスープめっちゃうまいよね。めっちゃ好き私、ファミレスのコーンスープ。なんであんなに美味しいんだろう。ファミレスのコーンスープじゃなくても、なんかパックに入った粒入りの、粒粒コーンみたいな名前のコーンスープがめっちゃうまくて、あれチンして飲むのめっちゃうまい。あれにちょっとブラックペッパーとか入れて飲むのがうまい。ハイビスカスハルルン、ありがとう。ハイビスカスに見えるかな。あ、これこっちの方がハイビスカスっぽい。マルタイラーメン、夏は冷製パンプキンスープが美味しい。うわー飲みたい、パンプキン、やばい、メロつく。冷製パンプキンうまいよね、飲んだことないの。冷製はないかも。母が手作りのかぼちゃスープとか、あのコーンスープとか作ってくれるんですよ。で母の作ったかぼちゃスープは飲んだことあるけど、パンプキンスープは飲んだことあるけど、めっちゃうまいんですよそれも。でも冷製のやつは飲んだことないな。
冷製飲みたいな。あ、じっくりコトコトトコトコだっけのやつのパンプキンもうまい。一回飲んだのめっちゃパンプキンやった。飛行機のコンソメスープ美味しいよ。え、うまそう。なんかさ怖いんですよね、飛行機でコンソメスープ飲むの。なんかブッシュガラガラガシャーンとかって言ってさ、なんかこぼれたりしないかなって思って怖くてなかなか飲めない。なんかもし膝とかにかかったらって思うと、なんか怖くて飲めなくて挑戦できないんですよ。でも絶対うまいよね、飛行機のコンソメスープが。美味しい美味しいってみんな言うから本当に飲んでみたくて。そんなに美味しいのも飲んでみたいなって思いながら見てます。飲んでみたいな。ウィシーソワーズ、なんだそれなんかおしゃれ。ウィシーソワーズ、すいません私が何も知らなくて、物知りじゃないので。なんかおしゃれな、でも美味しそうってなっちゃった。気流が荒れてる時冷たい飲むのしか配らない。あ、そうなの、すごいな、ちゃんと配慮してあるんだ。なんかあれですよね、雨とか降ってとかね、もし何かあった時はないってことですね。え、すごい天才、すごすぎる。ウィシソワーズはじゃがいもの冷製スープ。すごい詳しいおしゃれ、みんなおしゃれなものを食ってきてるね。みんな食って生きてる、すごい私は全く買っていいご飯すごい今日疲れ、一番前席だったの。え、見たよー、見たよ。私は目合わせたんだけど、なんかあんま会った記憶がない。私は目合わせたんだけど他の子見てたよね他の子見てたよね。私結構見たんだけどね、ほんまにめっちゃ見たけど、なんか大体次こそ雨や会おうねこんにちは。今日初広ねえ、本当に嬉しいです。初広島、初広島のどうでしたか、花だれ。初広島の花だれどうでしたか、楽しめましたか。広島どうでしたか、楽しめたかな。初広島の花だれがもし素敵な思い出であればそのまま持ち帰って帰ってほしいし、もし最悪な思い出だになっちゃったら私が幸せにするので、ぜひまた会いましょう。配信来てくれてありがとう。赤から赤から、赤からいいね。赤からのさ、私さあの普通の辛さのやつかな食べたけど、そんな辛くなくてめっちゃ辛い。赤から50辛とか赤から50辛食べてみたいな。赤から50辛とかないんかな。でも調子乗ったら私マジお腹下すからな、辛いもの食って。ゆういちくんハートありがとう。赤から7のひき割り納豆汁、うわっ、ひ
き織り納豆汁、え、そんなんあるんですか、え、うまそう、馬票飲んでみたい、ひき割り納豆汁、馬票飲みたいな、いいな、ひき割り納豆汁、馬票飲みたい、地域限定とかかな、見たことない、言い出したい、え、違う違う違う、皆さんね、え、もうほんまにお願いしますよほんまにお願いしますよ、マジで目を合わせましょうね、私50回ぐらい見て、あ、50回もう100回ぐらい見たこんばんは、チューさんの舞台全然ない、大阪いるネータンの舞台全然するでお願いします、もう楽しいなとかって言ってたのにあれあれ楽しいなとかって言ってたのに、花だれね、ほんといい公演ですよ、でももう次の花だれあと何回あるんだろうね、新公演始まるし、帰宅、え、お疲れ様です、ありがとう、本当に気をつけて帰宅できてよかった、生きててよかった、一番前だったかいい思い出、え、あのオレンジのペンライト振ってた、サヤクリンのオレンジオレンジ、もしかして違ったらすみません違ったらすみません、オレンジオレンジ、もし当たってたら私の記憶力は天才すぎるかも、え、もし当たったらほんまに激アツ展開こんにちは、舞台したいな、私でも最後に舞台したのが舞台っていうか落語をしたんですよ、なんか研究生の時にリモートの最後のパス公演っていう、最後のパス公演っていうなんかリモートの舞台で、その次に一昨年ぐらいにあのあれをしたんですよ、落語をやったんですよ東京で、そっからなんか舞台のなんかお仕事なんか全然来なくて、え、あれみたいな、え、舞台したいんですよ、舞台したいってずっと言ってて、でも私がもし舞台をするならゾンビ役でやりたいゾンビ役でやりたいです、ゾンビ役の舞台やりたい、えー、ひろくんマイクありがとう、ゾンビ役そんなないゾンビ役でなんかやりたい怖い舞台やりたい、怖い舞台やりたいです、花だれあと何回見に行けるだろうね、マジであと何回あるんだろう、まあ、いつ千秋楽って感じ、新公演が秋っぽいから、あと何回やるだろうね、てた、おめでっけ、え、やばい天才、イエイイエイ、私やばいかもしれない、やばくない、覚えてるかも、やばお見送りで何話したかも覚えてるわ、じゃあまた来るねみたいなこと言ってたよね、やばい天才かも、また来るねって言ってくれた人ですよね、楽しかった、なんか楽しかったみたいな、また来るねみたいな、やばい天才かもしれないやばい、本当に死後的なかも、でも覚えてる、え、ほんまに初めてなんとった、楽しかった、え、嬉しいですほんまに、それならまたぜひ来てください、花だれに来なくても私のルームにぜひ、この配信のルームにぜひ来てください、今日さ、あのスラピにさ、なんか船折りの時に、なんか船折りの始まる前に私がゲヘヘみたいな笑い方をしたら、スラピが笑い方やばみたいな感じで言ってきためっちゃ笑った、笑い方やばみたいな笑い方おもろすぎやろって突っ込んできて、ゲヘヘって笑っちゃった、
つも隣がリコチなんですけど、今日は初日のリア中だったということで、あの船降りの時に2番の あの歌割りがあるんですけど、その時に、ね、ふざけないでおこうと思って、リハーサルはこうハートをずっとこう作って、こうハートをこうクックックッってハートをねこうやってたんですけど、本番になるとハート作ってその後ふざけちゃったんです。結局結局ふざけちゃったんですよ。もうダメだ。でもリア中は本当になんかびっくりすることなくこう一緒に合わせてくれて本当に優しいと思いました。お見送りも私が声がでかいから本当にびっくりさせんなよってスタッフさんに言われたんですよ。うつみリア中の方させてびっくりさせんなよみたいなことを言われたんですね。だからリアチュー最初にリアチューにごめんね、私めっちゃ声でかいけんほんまに気にせんのなって言ったら、あ、はいって言って優しい、ほんまに優しい。ふーたんマイクありがとう。難しい、私やっぱ口で無理くまく歌える人間になりたい。ゆうたんは記憶力ね、天才かもしれない。私の記憶力全部合ってる。え、嬉しい、覚えてます。やばーい、天才だ、天才的なアイドル様天才的なアイドル様いや、やばい。陽キャ、陽キャゾンビ、でも陰キャだからな陽キャで、陽キャでも陰キャでもないんですよね、正直問題。正直問題いやでもゾンビやりたいよ、本当にゾンビ役やりたいんですよね。ゆいちくんかわいい、ありがとう。指笛って何ですか？指、あ、これみたいな、え、できないできない、絶対できない。手からカスタネットみたいな音を鳴らせるもん。手カスタネット、電脳だるま、ありがとう。ルカちゃんもハート、ありがとう。室井さん、これなんて読むんだろう、シンジ、これなんて読むんですか。え、よかったら漢字教えてください。室井さんかな、違ったらすみません、私本当に漢字が苦手で。またよかったら読み方教えてください。ハートありがとう。私カスタネットみたいな音も鳴らせれるんですよ、テカスタネット。やばい、ほんまに天才かも。カスタネット、コーヒー飲みたいな。今日朝ブラックコーヒー飲んでたらサイクリンに「リネちゃんブラックコーヒー飲めるの？」って言われた。あら、リネちゃんブラックコーヒー飲めるの？って言われた。え、変、私はブラックコーヒー飲めます。バカにするんじゃないぞ。え、変、私ブラックコーヒー飲めます。チーズ食べたいな、なんかチーズ食べたくなってきた、ブラックコーヒー。でも嬉しい、なんかこの世ってすごく甘くない？だってブラックコーヒーが飲めるだけで褒められる世界、とても素敵じゃないですか。ブラックコーヒーが
飲めるだけで優しい世界。特技ブラックコーヒー飲むことって言いたいけど、飲める人からしたら弱すぎるしって考えると特技とかにする必要もないなって思ってきて、ブラックコーヒー、うん、うまいよね。母ちゃんハートありがとう。すみとくんハートありがとう。天才かもしれない。コーヒー飲みたい。でもマジで中毒性あるよねコーヒーって。かわいいもん、ありがとう、すみとくん。オーケストラ、やばいかもしれない。ベタベタ、やばいやばいやばい、リップ漏れてる、リップ漏れてる、やばい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 、リップ漏れ、やばいやばいやばい、リップ漏れしとる、やばいやばいやばい、リップって絶対漏れてくるよね。もうこれどうにかならんのかな。もう絶対漏れてくるリップって。これもなんかすごいベタベタする。もういや、このリップ漏れないで。なんかめっちゃネチネチする。リップって絶対漏れてくる。りょうくくん音符ありがとう。なんかマジでめちゃくちゃ漏れてくる。でも多分元の発端は多分ここら辺なんですよね。ここら辺がなんかすごい汚れてる。でも仕方ないよね。なんかさ、綺麗に使ってもさ、気がついたらさこんな感じになるからさ、ここを定期的に拭くのが大事なんだろうけど、難しい。なかなか ここは綺麗になったんですけど、この蓋の中の部分でどうせまた汚れる。あうわ、もうこれ多分、でもどうせ汚れるんだよな。これめっちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗だけど、多分こうやってやったらこれね、ほら汚れちゃうの。またほら汚れちゃう。どちらにしろ汚れてしまう。で多分ここから漏れてくる。またもうやだこれ。でも全部のリップ共通じゃない？全リップ共通。グロス。母ちゃんハートありがとう。大人かも。ニョッキーミルンさん、ハイビスカスありがとう。ハイビスカスポーズ。今日見送りでリネタンにサーピーがなんちゃらかんちゃら言われたけど、なんて書いてあるんだろう。腰分かんなかった。サラピがなんちゃらかんちゃら、サラピ推しみたいなことかな。あ、サラピの T シャツ、え、サラピの T シャツ着てた人違う？サラピの T シャツ着てた、もしかしてウサギの。もし違ったらすみません。え、着とった、やばい、天才感覚えてる覚えてる。え、天才サラピのファンの方って、サラピ愛
めちゃくちゃあって素敵みたいなこと言った気がする。でも私もう声でかすぎてさ、なんかいっぺんめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ詰めて凝縮して言ったからあれなんだろうけど、え、すごい来てた、え、もうすごすぎる、私やばくない、記憶力すぎない私、やばくない、私びっくりしたんだけど今自分の記憶力に、え、やばい天才かも。うん、なんかサラピの T シャツ着てて、サラピのファンの方かみたいな、サラピ愛すごくて素敵みたいな、私もその T シャツ欲しいみたいなこと言った気がする。なんかめちゃくちゃやばい天才かも、天才的なアイドル様かもしれない。こんばんは、二度見ハートありがとう。トラピにお見送りつられる、そうなんだ、ふん、そうなんですね、へえ、そうやってコメントして私のこと嫉妬させようとしてるんだ、ふーん、そうやって私が嫉妬してすごい辛い気持ちになって病んで、もう配信とかもできなくなるぐらい病んで、もう目がパンパンに腫れるぐらい泣いて表に出れないぐらい顔もパンパンに腫れ上がって、もうステージに立つことができないよ、できないぐらいになっちゃってもいいんだそうなんだ、じゃあ私がもうアイドルをやばい、必須公文難しい、もう難しい、できないや、この流れで必須公文うまく言えるかなと思ったけど無理でしたね。使わんからな普段ヒステリック、私ヒステリックにマジなったことない、うん、嫉妬させんなマジサラピって結構釣りし、そんなことなくない、そんな分かんないけどへえー、そうなんだ、了解です、ラストチャートリック、え、嬉しい、楽しみにしてます、カラピの T シャツ着てね、じゃあ必須公文むずいな、何年だともうまくできない、やばい泣けてくるかも、十年桜とか桜の花びらたちとかふと思い出すことはあるけど泣けてくるかもしれない、結構グッとくるよね、あやぱんの卒業、つらい、いまだに引きずるな、mm-hmm.
なんかでも最近まで3時ぐらいまで寝れない。なんなんだろう、3時ぐらいまで寝れないんですよね最近。3時ぐらいまで寝れないんですよ。でサーカリンとかに相談したら私もって出た。結構みんなそうなのかな。なんか最近私の周りみんな夜更かしになってる。なんかマジで寝れないって言ってた。母ちゃんハートありがとう。庄司くんもかわいい、ありがとう。あやぱん合ってますよ。あやぱん2日間会いました。あやぱんと何周年、徳島公園でりんちゃんの生誕 T 3期生みんな可愛いってくれた。え嬉しい。なんかさ職場とかで私の生誕 T 着てくれてる人とかが、その T シャツめっちゃ可愛い、どこのやつって結構聞いてくれたりとかしてるらしくて、なんかめっちゃ嬉しいですファンの人。なんかめっちゃ私の生誕 T めっちゃいろんな人から褒めてもらえる。女子からめっちゃ褒めてもらえるって言ってた。でも女子から褒めてもらえるって言ったらさ普通に嫉妬しちゃうよね。ハムハム最近可愛い洋服買った、早く見せたい。え見たいです、見たい。女子受けのために買うか、ダメー、絶対ダメ。てかもう販売してないですからもう完売してますから、もう販売期間特に過ぎてますから、ダメですよ。今年のじゃあ生誕 T 出るまで生誕 T じゃ買ってくださいお願いします。絶対に買うな褒められ、褒め、そのことしなくてもね私が褒めてあげるからね、他の女の子にね褒めなくていいよ。こんにちは。サークリンは時々泥のように寝てる泥でもほんまにサークリン結構なんか寝てるイメージから、気がついたらなんかぶっ倒れて気絶してる。爆睡気絶部サークリン、マジで睡眠って感じの女の子。ギャメン天才、え嬉しい、ありがとう。イエイイエイ、フラギヘル2日間、昨日もしてたんですよ。クラゲヘア、フラペチーノハートありがとう。クラゲかわいい、え嬉しい、ありがとうございます。初戦クラゲを昨日してで配信やって、昨日めっちゃみんなから褒められたから、あじゃあ今日も私はちょろいので、あじゃあ今日もクラゲしようってことでクラゲにしました。ポニーテールかクラゲで悩んで、今日も結局クラゲにしました。あやっぱ
パンと一緒にねクラゲヘアお揃いにしようってねなんか言ってたんですけどね結局できなかったんですよ。マルクお星様ありがとう。エビフライ、エビフライ、私エビフライ大好き。エビフライに何つけます？私はエビフライにケチャップをつける。いやエビフライってタルタルソースなのかな、私なんかケチャップが好きでエビフライにケチャップつけて食べるんですよ。あの母の作ったエビフライはオーロラソースとかつけて食べる。え、うまいよ。タルタルソースはね逆にねなんか玉ねぎとか入ってて好かんのんですよ。あんまタルタルソース、ね、嫌い苦手ではないけどなんかタルタルソースめっちゃそそられるわけじゃなくて正直問題タルタルソースキャンセル界隈かもしれないって、タルタルキャンセル界隈かも。だからチキン南蛮とかあんまそそれなくてなんかタルタルキャンセル界隈なんかチキン南蛮とか見たらタルタルソースまずかかってても全然食べれるし苦手じゃないんですけどタルタルいるかなみたいな感じになっちゃう。お出迎えで可愛いって言われた。お出迎えで可愛いってやっぱ褒められるんですよ。私の生誕って生きてたら。でも聞いてください、あくまでそれは私の生誕って言うを着てるから T シャツを褒めてるわけですからね、はい、その T シャツを着てるからってことですか。その T シャツかわいいねって意味なので勘違いして釣られないように。でも私が T シャツかわいいって言った可能性もあるし他のメンバーに褒められてもその T シャツがかわいいってことなので。あくまでもね私がかわいいってことかなみたいな。うん、私がかわいいってことかなイコール T シャツかわいいイコール、あ、じゃあ私デザインした私リネちゃんがかわいいって言ってるようなものなので。でもそのデザインした内海リネちゃん推してくれてる君がかわいいかわいいというふうに私はそういう意味合いも捉えられますけども、その T シャツがかわいいってことなのね。でもデザインしたりねちゃん、デザインした可愛いりねちゃんを知ってる君も可愛いってこと、君たちも。ダン！エクスペクトパトロン。やばい、ホラーかも。暗い。暗い顔しないで前を向くのだ。うい、あ、あら、え、来た来た来た、あれ、ねえやばい取り憑かれてるかも、ねえやばい取り憑かれてるかもしれない、怖い。取り憑かれてるかも。この部屋暗いからリングライトがないと。あ、来た来た来た、暗い顔しないで前向くのだ、来た。来た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 、よし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 、うん、急な、そう急なディスコ大好きです、本当に好きですよ。ずっと曲聴いてる本当に。ゆりちゃんハートありがとう。小さい可愛いイコールきつい僕が可愛いってことね。ノー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 。 T シャツが褒められてるから、 T シャツ、あくまでも T シャツ褒められてるんで、はい、 T シャツ褒められてるんで、他
他の女の子に褒められたら、まあ、T シャツが可愛いっていう T シャツだけが可愛いってニュアンスなんですけど、私が T シャツのことを褒めたら T シャツ着てる君は可愛いってことだからね。だから他の女の子には釣られないようにってお話ですよ。メモしておいてください、脳内に。ちょろいね、勉強になる。そうだよ、もうほんまに私もちょろいけど正直いや私もちょろいんですよねいやごめん、私もちょろいんだけどでも真剣だから、あくまでも真剣なので、私は、うん、私は真剣。インスタフォローした、え嬉しい、イエーイ。じゃあ DM 送っといてください、ヤッホーりみちゃん今日はありがとうって DM 送っといてください嬉しい、 DM 見てるからお願いします。姉ちゃん今日はすごい楽しかったです、すごくまた絶対会いたいと思います、可愛かったりねちゃん、配信も覚えてくれてありがとうってDM 送っといてください。メンションしても見るから、タルタルキャンセル界隈、いやタルキャン、タルキャンだよね本当に、タルキャン、タルキャンやばいタルキャンやタルキャンやばいかも、うん、タルキャンやばいタルキャンやばいかタルキャンタルキャンやばいな、タルキャンやばい本当におもろい、タルキャンやば、タルタルキャンセル界隈、マヨネーズは苦手じゃない、マヨネーズは苦手じゃない、苦手な食べ物はゲテモノ以外ないですね。私なんでゲテモノを食べたらお腹壊して下すのかという理由が分かったんです。カブトムシは、私甲殻類ばっか食べてきたんですけど、カブトムシは多分ゲテモノの中に多分エビとかそういう甲殻系の成分が絶対入ってて、それを大量に摂取するからかもしれない、あとまあ合わないか、そう硬いし多分あれ甲殻類だから下したい。でフンコロガシも黒豆みたいな味したけどちょっと臭いし、なんかしがらみを感じるし結構口角みたいな感じだったから多分合わなくてお腹で、なんかミルワームみたいな幼虫は甲殻類ではないけど多分なんかちょっとエビ系の味がしたから多分エビ系のやつが入ってるんですよね。でも私はエビとか大好きじゃますから全然食べるんですけど、虫は多分食べ慣れてないけん下したんかも、いつもな下すけん嫌なのね。田辺さんお星様ありがとう、何もつけない、何もつけない、そうやってマウントを取ってそうやってマウントを取って本当に。でも私も何もつけんのが好き、なんか結構素材の味大好きですみたいな、だから全然最近きゅうり丸かじりとか人参丸かじりとか生のピーマンそのまま食ったりとかしてます。ちょっとさっきからさリングライト消えないでって言ってるよね、私リングライトが漏れない、リングライトがないと漏れないんですよ。でこの部屋が暗いんですよねそもそも、いい加減にしてよ、次消えたら怒るからなリングライトって、リングライトに言ってきました。まあリングライトなんかつけなくても私自身がキラキラしてるからリングライトなんかつけなくても十分可愛いけどね。ゆりちゃん音符ありがとう、母ちゃんもハートありがとう。ちょろいって、そう私癖も結構ちょろくて、なんかちょろいっていうか結構嬉しいみたいな、なんていうの、ちょろくはないかも、ちょろいのかな、わかんない、ちょろくはない、
アルバムのシリアルコードを入力してリネターの撮影会当選した。え、そうなの？え、私撮影会ある？初めて知った。え、撮影会ってあるんですか？何それ、知らなかった。え、待って、それもし、え、私、え、あれって選抜だけじゃないんですか？それって内海里奈もある？撮影会ちょっと誰か教えて。やばい自分のことなのに知らなかった。え、マジ選抜だけかと思った。撮影会あるの？だとしたらやばいぞ。いや、わかんない。え、もう一応おめでとうございます。今度嘘なんかつかないよね。え、嬉しい、ありがとう。え、何の撮影会なんだろう。アルバム？スペイビーではないか。え、何のやつかな。え、めっちゃ嬉しい、ありがとう。え、私に投げてくれてありがとう。違うのかな。あ、そうなん、嘘なんですかまあまあまあ、時にはね、そういうなんか嘘もありますよ。ちょっと聞きまずいや、やっぱないよね、あれと思って。まあ、ちょっと気まずってなんですけど全然そんな嘘なんかつかなくても、好きとか言ってくれたら読むのにね。ネタン好きだよって言ってくれたら読むんだけどなんかボケーとかうんこーとかシーみたいな、そういうのは読まないですね、さすがに。やばい、なんか下ネタとかは読まないけどちょっと気まずいまあまあ、そういうこと、私も人間なんで、はいはい、全然好きって言ってくれたら、え、好き、嬉しいってなるよ。あ、でもダメか、私こういうところがちょろいのかもしれない。好きって言われたら、え、好き、嬉しいって好き、嬉しい、ありがとう、私も好きかもとかって言ってごめんなさい、すいません、ぶりついて。そう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 、言わないけどね、そう、口に出しちゃうんですよ。赤ちゃんだからさ、赤ちゃん気質だから私俺のことも好き？そんなみんなの前で言わなくてもわかるでしょ。個別で言いますから、そんなこと。みんなが嫉妬しちゃうことは言わない。みんなが嫉妬しちゃうからね。嬉しい、ありがとうございます。認知されてないからクルーズとか縁日はじめましてなんだけど、何話せばいい？普通に自己紹介してほしい。じゃあ顔わかんないからね、まだ。ねえたん、ふくんですって言ってください。話すこといっぱいあるよね、普通に。なんかまださ、直接会えてないとでさ、配信とか SNS ですごい思い出作ってるから、話すことはなんぼでもありますよ。でも顔がわかんないから、顔さえ覚えれば話すことはたくさんあるから、心配しなくてもいいよ。もうほんまにいないでしまう。10年桜ね、昨日踊ったわ、高坂彩子の公演でも10年桜、サーヤンとあやぱんが2人でやってて、10年後にまた会おうあれめっちゃおもろかった。レンタンに好きって言うとキャーってめっちゃ喜ぶのがチョロいってこと？え、わかんない、わかんないですよ。でも嬉しいよね、好きって言われてさ、
嫌な人いなくない？好きって言われたら嬉しいからそのまま喜んでるかも。ちょろいに入るかな、ちょろいかな、そんなことはないと思いますけどね。ケンくんハートありがとう。マットくんハートたくさんありがとう。みほりんとあんなちゃん戻ってきた。え、それなガチでびっくりした。なんかみほりんのあのフォローしててツイッターで、多分メンバー以外 STN フォロー外されてたんですよ。多分メンバー以外、その自分のメンバー以外多分フォローしちゃいけない感じで多分そう全員外してたんですけど、みほりんのやつこっちは一方的にフォローしてるからなんかと思ってすごいと思ってびっくりした。みほりんそのなんかさ公式アカウントをさインスタフォローしてくれてて、みほりんのインスタもあったじゃないですか、なんかみほりんの公式アカみたいな、がなんか最近見ないなと思っててよく考えると消えてて心配だったんですけど、また会えそうで嬉しい。なんかでもさタムちゃんとかもさアイドルしてるしさ、なんかみんな2期生辞めた後もそれぞれの形でアイドルしたりとかしてて、なんか嬉しいね。やよちゃんもしてるし、みんなそれぞれの形でいろんなジャンルで頑張ってて本当にすごい。アイドルしたらねまた会えるかもしれないしね、またどっかで。サージカルハートありがとう。マイクもありがとう。ルカちゃんハートありがとう。ほんまにびっくりって感じ。シェ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 カシェカシェシェシェカシェカシェシェシェカシェカ。てしししししししかしかしししししかしかし。もうめちゃくちゃ系統変わるよねって考えたら、今までチャートにねご飯ご飯ご飯うんとかってやってたけど、やばい最後か、つらーい、やばい寂しすぎる、最後次のチャートに V つけるの最後かよ、やばいね、結構泣けるかもガチで、本気涙流すかもしれん俺。ちょっとやっぱやめるのやめていいですかって兼任ダメかなーってなっちゃうかもしれない。なんかちょっと考えたら結構割と深刻な、深刻って結構寂しいな、普通に寂しいかもしれない。いや辛いな、チャートに最後ってやばいね。ドゥ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 、あれこれこれをとって、あれこれがあれこれイエスとイエス、ふん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 ふ
たのに、イエイエイ、私つけたのに、ごめん。やばい、普通にやばいよね、ぶりつくの。はい、え、私めっちゃチューズミー大好きなんざます。え、チューズミー、あー、やりたい。でもやるんよ、次のチャドリーね、いつも通りって考えるとやりますけど、え、チューズミーほんまに好きでさ、うわー、はい、を選んでください。歌詞やばくない？チューズミーの、私チューズミーの歌詞マジでやばくて、チューズミーの歌詞、うわ、チャートリってほんまにブリブリしてて可愛い、やばい。でもチャートリの中で私はブリブリしてるかというとそうでもない。曲とかはブリブリだけど MC とかでは結構なんかウェイって感じだったから、ブリつく時間あったけどね。うわー、ちょっと寂しいですね。ってことで、まだちょっと急な告知。そういう撤回、そういう撤戦みたいな、なんかそういう、なんか告知のためにって思ったかもしれないんですけど、いや、これガチの本音です。あの、次の8月8日チャーミングトリップ公演、最後の公演になります。なので平日なんですけど、もしよかったら私の最後のチャートリップ公演見に来てください。で、8月21日のマイカーと、私は SE 辞めるんじゃなくて、あのチャートリーを、チャートリーからマイカーに移籍するって感じになったんで、次はマイカーに行きますんで、8月21日マイカーと、まあ、四国の対バンがあるんですけど、まあ、まだメンバー発表されたいんですけど、まあ開けててほしいなみたいな、次のチャートリーが最後ってことはみたいな感じです。はるるんファイト、ありがとう、嬉しい。シェシェシェカシェカシェ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 カシェカシェシェカシェカ、ドゥドゥドゥ、こんにちは。母ちゃんハートありがとう。スプレー、スプレー、あ、崩れないってこと？え、ガチ全然崩れない、やばいかも。騎士団さん。ゆういちくん音符ありがとう。移籍金発生してないですよ、そのもそのも発生してないですよ。移籍そんな発生してないですよ、そのもシナノさん、シナノさんマイカ、シナノさんリーダーのマイカ、とてたのです、とても楽しみ。熱っ、配信もろ、熱くて、え、じゃあさ、ピン止め取ろうかな。今もうね50本ぐらいついたんよ、ピン止め。ガチえぐいよ、50本ぐらいついてるけん、もう痛すぎて。何本ついてるか当てるゲーム。え、じゃあ、じゃあ今2本抜いちゃったんですけど、この2本除いてあと何本ついてるか、はい、コメントしてください、どうぞ。もし当たったらなんか可愛いことします。今両方で何本か、あの、じゃあ左何本か当てて、じゃあまず何本ついてるか、左コメントしてください、左何本ついてるか、左に何本かコメントして。あと10秒以内に10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、8本、
おお、いい、いいですね。私も何本ついてるか分かんないから、とりあえず取ってみてって感じ。11、10本、8、え、すごい、14本、やっぱそれくらいいく。じゃあ、いてててて、じゃあ1本目、はい、1本目1本、さっきの2本のぞかんけん。え、待って、硬すぎて取れんかも。なんかほんまにガチガチすぎて、痛っ。で、これ指破裂する。2本、あ、中に入ってるわ、これやばいぞ。あー、痛い。待って、無理かも。痛い、やばすぎる。無理無理無理、これえぐい。ちょっと無理かも。中にもう全部大量に密集でして、痛い、痛いかも。待って、これ泣く。3本目、これやばいかもしれん。これ一旦ゴム取って、うわ、これ入り込んでるわ、えぐい。うわ、メイクさんに取ってもらえばよかった。なんかどこ、硬すぎて、なんかガチガチすぎて、ピン止めが入ってるか入ってんか分かんないんですよね。あ、おるわ。え、待って、分からん、これ何、爪かな。これちょっと一旦これで放置。多分中折るんすよね。でもちょっと分かんない、硬すぎてほんまに。なんかちょ、中断します。中断します。え、じゃあこっち何本か当てて、こっち何本か。こっち今黒毛ヘアして、黒毛ヘアしてて、何本こっち、はい、何本か外す企画。こっち何本か当てて、あと10秒以内にコメントしてください。自分で外すわ。え、無理かも、痛すぎて死にそう。やばいかもしれん、昨日以上に痛い。9本15本7本、右、え、ガチエグい。じゃあ10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、じゃあ外していきますね。右何本か、13、14、18、22、9、21、いきますよ。ちょっとあんま T シャツにしたら、はい、1本目入ってます。え、マジ50本ぐらい入ってそう。痛い、痛い、痛い、痛いよ。ガチ泣くかも、痛すぎて。いや、なんかほんまに今日ガチ、え、なんかだって岸田さんのリーゼントが固まり、リーゼントを固まるぐらい強いスプレーを振られてるから、しかも大量に。これやばいかもしれん、私の、え、外せる説が出てきた。はあ、来た来た来た、2本。3本、毛も一緒に抜けた。あ、来た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 、4本。いや、これめっちゃ入ってるわ、こっち。えぐい、こっちえぐい、こっちの量えぐいかも。あ、来た来た、あーい。5本。ねえ、外れないんだけど、やばいやばいやばい。どんだけ入っとん、どんだけ入ってん、これ。え、待って、どこにあるかすら分からん。あ、おったおったおった、5本。ねえ、待って、全然外れん、やばいかも、こっちめっちゃ、え、どこ、どこおる。あ、おった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 、犯人発見。な、7本、やばい、な、な、なんぼだろう。もう忘れてしまった、痛すぎて。で、多分中とかにもまだおるんよ、入り込んで。え、痛い、来た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 。ってことは
あの2本含めて3、3、5、5、7、結構入ってますよ。えぐい、合計12本ぐらい。わかんない、もうなんかわかんなくなってきた、数えてる途中に。これね、四つ編みって言ってね、三つ編みじゃないね、四つ編みになってるんですよ。お愛にシェイ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 、中華部屋みたい。さっきまでクラゲだったんですけど、クラゲじゃない、もうなんかクラゲに戻せないぐらいすごい。外しちゃおう、こっちも。あ、待って、これ痛いかも、やばいかも。笑えん、笑えんかも痛すぎた。いや、セットはね15分ぐらいなんですよ。セットは15分ぐらいだったんですけどね。私の髪の毛がね、うわ、めっちゃいい匂いする、自分の髪、えぐえ。私の髪の毛めっちゃいい匂いする、やばい、キモクセの匂いする、最高、めっちゃいい匂いするわ、やばい。もうクラゲヘアじゃないこのクラゲ、お疲れ様です、クラゲヘアって書いてあるけど全然クラゲヘアじゃない。うわ、櫛持ってくればよかったな、櫛で溶かしたかったけど今。え、待って、これ硬すぎてやばい、何これみたいな。え、見て、やばいやばいやばい、見て、ほら跡ついてる、これやばい、ギリギリギリガチャ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 って。ねえ待って、これ無理かもしれん、ここさ絶対みんなの前で撮りたいの。理由は多分一人だったら痛すぎて泣く、みんながいるから、みんなが頑張れ、りねちゃん痛いの頑張って耐えてって言ってくれた。え、待って、いつものちょっと高めツインって変わらんやん、こんなん。でもうちょっと高いか、いつもの高めツインテールは大体ここら辺から結んでて、後ろ目、いや、こんな真横じゃないんですよね、クラゲだから真横なんですけど、大体ここら辺見て、すごいウェーブがかかってます。りねちゃん痛いの頑張って、りねちゃんならできるって応援してください。そしたらもう一人でも痛くない。りねちゃん痛いの頑張ってって、りねちゃんならできる。メイクさん、え、すごいよねメイクさん、りねちゃん本当にすごいよって。しかもゴムを二重にされててね、やばいかもしれん、痛いよ。ちょっとこれは、おい笑えない、ちょっとこれやばい、放置します。これは多分配信でほどいたら死ぬ目に遭いますね、もう今の時点で結構やばい。ちょっとごめんなさい、これちょっとハサミで切りますわ、はい、配信終わってハサミに切ります。もうほんまにやばい、ちょっと冷や汗出てきたんで冷や汗出てきたので、なんかすごい今この配信見てくださってることはあったら大丈夫かみたいな髪型なんですけど、さっきまでちゃんとクラゲちゃんだったので気にしないでください。ってことで配信終わります。あ、いい匂い、私髪の毛シャンプーいい匂いするな。じゃあ男女も13位電脳ありがとう、12位ケンくんありがとう、10位オノピーありがとう、9位スミトくんありがとう、8位スーさんありがとう、7位かきひこありがとう、6位ゆういちありがとう、5位まるふくありがとう、4位サージカルありがとう、3位世界の片隅マットくんありがとう、2位ロコポコありがとう、そして1位がドゥルパンハルルンです、ありがとうございました。うん、見て見て見て、なんかおもろいリボンみたい。皆さんありがとうございました。
8月、今日から8月なんですけど、8月もよろしくお願いします。そしてこの下のリンクから飛べるんですけど、うつみりへのプライベートメール、月始めがお得なので、うつみりへのプライベートメール、もばめ撮ってみませんか？最近すごく撮ってくださる方多くて、すごく褒められるので、もしよければ撮ってくださると嬉しいです。お願いします。300円です。300円で1日5通以上送ってたりとか、10通とか送ったり、なんかいろいろ送ってます。めっちゃお得って言われてるのでよかったらぜひ。待ってます。じゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。モケモケして。あと、もしよかったらインスタグラムと X のフォローお願いします。ではおやすみなさい。ねむねむにゃんこツイートしよう。バイバーイ。